さあ3時になりました、頑張れ南葛 SC 始めていきましょう。 MC の井上真央と申します。そして中津市浅田緑香です。皆様浅田さんの声が弾んでいるのにお気づきでしょうか。天気がいいです。いいですね、はい、さあそれがなぜか後ほどでございます。さあこの番組は東京都社会人リーグ2部ざっくり言うと J8 からですね J リーグ参入を目指す葛飾区のサッカーチーム南葛 SC を熱く熱く応援していく番組でございます。間違いないですね今日も。はい、はい、というわけで、ユーストリーム配信中、そして YouTube で後でも聞くことができますということでございますので、FM 葛飾さんのですね、葛飾 FM さんの YouTube チャンネルをチェックアウトということでございますけれども、さあ昨日、都リーグ第5節がですね、はい、2部第5節が行われました。昨日の FC 戦でございました。いい結果がお伝えできると思いますね今日はね。よかったです。はい、ということで早速その結果も踏まえながら今後の南葛 SC の話題など現在の話題などをお送りしていきたいと思います。早速キックオフしていきましょう。和田さんいきますよ。今日も頑張れ南葛 SC キックオフ。さあそれでは見事2点目フリーキック叩き込んでくれました背番号4番小俣大之選手です。おめでとうございます。本当にいやもう神様は仏様お待た様ということでいかがですか。振り返ってください。正直今日の試合は我々のサッカーではなかったんですけれども、フリーキックとコーナーキックから点が取れたっていうのは、まあ、今後のチームのストロングになっていくんじゃないかなと思います。もうさらっと決めていただきましたけど何を思って蹴られたんですかあのタイミングで。まあ、やっぱりいい流れでシーズンを終えたいですし、皆さんと一緒に一部のリーグに上がりたいので、ずっと結果が欲しくてフリーキックの練習もしてたんですけど、はい、あまり正直自分自身フリーキックに関しては、まあ、イメージ通りではなかったんですけどもうまく入ってくれてよかったです。それではお客様に一言お願いします。はい、またたくさんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事逆転ゴールの背番号4番小俣大之選手にお話を伺いました。さあ背番号5番近藤選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや見事決めていただきました。振り返っていただいていいですか。やっぱり前半1対0で負けたんで、まあ、後半から自分が前をやるってことになったんで、まあ、自分は決めてやるぞっていう強い気持ちになりました。そうですね、前半はディフェンダー、そして後半はトップの位置に入りました。どんな気持ちで後半入られたんでしょうか。いやまあとにかくもう負けられない試合続いてたんで、まあ、自分が取ってやろうって気持ちが強かったです。見事前節に続いての得点ですよね。まあ、前節のこのヒーローインタビューでも、次も点取りたいって言ってたんで点取れて良かったです。皆さん宣言通りですよ。素晴らしい。やっぱり南葛 SC ということなんで今日のシュート名前つけていただいていいですか。今日のシュートに考えておきます。ありがとうございます。次も決めてくれますか。次も点取って絶対に勝ちたいと思います。ありがとうございました。応援してます。背番号5番近藤大輔選手でした。さあお疲れ様でした。南葛 SC 向笠実監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合、振り返っていただけますか。最初に向こうの素晴らしいシュートが入っちゃったんで、はいはい、やっぱりちょっと負けちゃいけないっていうプレッシャーに前半はねやっぱり負けてたんじゃないかと思います。はい、はい、後半フォーメーションとメンバーを、変えまして、見事結果が出ましたけれどもその辺いかがですか。そうですね、センターフォワードが怪我をしているもんでその替えがなかなか退場者も出ましたので、いなくて2人の伊藤と近藤についてはよくやってくれたんじゃないかと思います、はいはいはい、富岡選手と竹内選手を欠く中の試合でしたけれども、はい、見事今日はお客さん的にはすごく面白い試合というか、楽しめたんじゃないかと思ってますけれどもこれで昇格戦線に胸張って戻ったということですよね。まだそこまではいかないんじゃないかと思いますけど、はい、本当に応援していただいてありがとうございました。今日もおかげさまで勝たせていただきましたのでまた次回頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。向笠実監督にお話伺いました。さあというわけで昨日のインタビューの模様でしたけれども葛飾区総合スポーツセンター陸上競技場で、行われましたあきるの FC 戦浅田さん、はい、見事
2対1逆転勝利でございました。ありがとうございます。おめでとうございます。いやちょっと振り返っていただいていかがですか。神様仏様おまた様でしたね後半ねまさにあのおまた選手が、はい、やはり J リーグ経験者のなんていうんですか ねちょっと格の違いというか見せていただいて、やっぱり、いい男がサッカー上手いと、あの外出てファンの方からすごいんですよね。あ、帰りね、昨日もお見送りの方面で、ね、囲まれてましたよ、ね、やっぱりそうでしょ。いや、二重まぶたがすごい綺麗なんだから、いいです ね背番号4番小俣裕之選手、はい、ね、ヘッドコーチ兼でございますからね、ぜひチェックしていただきたいんですけど、やりましたね。逆転同点に追いついた近藤選手のヘディングをアシストしたのも小俣選手。まあ、昨日後半から出ましたので、後半頭から出て、まあいきなりチャンスが出てコーナーキック、まあ向こう側のコーナーキックは彼なので蹴るのは、まあやっぱいいボール上げて、まあ近藤がドンピシャで、近藤選手も前半はディフェンダーをされてて、後半はワントップに入ったんですね。そうですね、はい。まあちょっと向笠監督もインタビューで言ってましたように、ちょっと前線の選手怪我人が多いものですから、まあ伊藤を前半で使ってですね、伊藤選手もディフェンダーの選手ですね、本来もともとはサイドバックの選手なんで彼も、でまあ身長もありますし、まあヘディングもせれますし、まあ、あのハードワークできるので彼は、まあ前のトレーニングマッチの時からもうそれは試してて、はい、まあ、前半存分に攻めをね、そうですね、参加してくれて、まあ、あのいい形でボールも受けてましたし、さばいてはいたんですけども、やっぱあと一歩、あと一歩が欲しい時に、まあ、ちょっと近藤を使おうという決断をして、もうそれが前半の頭、後半の頭からもう傘采配が、ね、マジック炸裂ですよ。変えて入れた2人が点、同点がすぐ生まれたというさすがですね。さすがですよね。いやもうドキッとしましてね、あのもう開始直後ですよね、前半のまさかのドライブシュートですか、相手にまた素晴らしいスーパーシュート、すごかったですね。秋の FC の何番の選手でしたっけ。6番でしたね。6番の選手、いや目の覚めるような、ちょっとあの思い出しましたよね、青梅戦を。あ、いや再現でしたね第2節の同じようなの食らってね、いたたたたーみたいな、いきなりもう、でそのままチャンスは多かったんですけれども、ピンチもちょっとありながら前半は 0-1 で折り返す。そしてハーフタイムにフレアさんがね、フレアダンサーズと一緒に出てきていただいて盛り上げていただいて、ハーフタイム、そっからまたお待た采配、お待た采配じゃないですね、ムカサ采配でお待た選手が炸裂、そして逆転ゴールが後半何分ぐらいですか。25分か20分ぐらいですか。65分ですね、あのトータルで言うと、はい、はい、なので、フリーキック、そうですね、ペナルティエリアのちょっと外ぐらいですかね。そうですね、ちょっと外ぐらい、まあ向かって右側ですね、まあ、なかなかピンチをあのキーパー千葉選手が何本かスーパーセーブ、はい、ね、してくれて、実はやっぱり千葉だったかなと。まあおまた劇場もありましたが、そうだと思いますよ、あの昨日のヒーロー良かったですね、はい、一応あのインタビューはね、はい、スコアラーの2人にさせていただきましたけども、はい、千葉選手もある種ね、いやー、2本ぐらい本当三角飛び出ましたからね飛んでましたよ。いや、ゴールポスト蹴ってなかったですけれども、蹴ってないですか、ね、あれそのぐらいの迫力のあるセービングはね。あ、そうですか。あそこでやっぱ同点に追いつかれてますと、はい、なかなかね、また負けちゃうムードだったですけれども、さあそれで迎えました、あのフリーキック、やっぱ蹴る前から雰囲気ありましたよ、客席の方も。あ、そうですか、また蹴るんだっつって、でちょっとね、キーパーの位置がね、向こうのですか、ちょっとね良くなかったんですよ。いやいや、最高の位置でした、それを超える最高のフリーキックでしたよあれは。そうですか、もう左足で蹴って壁を越えて落ちて曲がる、落ちて曲がってました、あれはフライングドライブシュートなんじゃないですか。いや、あれはまだやめましょうまだやめましょういやでもあの渋かったですね、決めてあの左隅に吸い込まれるんですけど、大松選手はこう派手に喜ぶわけでもなく、そうなんですよ、なんかくるっとゴールに背を向け、左手の拳を脇の下でくっと握ってよしって小さい声で、なんかああいう、いやかっこいいと思うじゃないですか、ベンチにいるとですね、お前こっち来いよと。どういうことですか。あ、なるほどなるほど、みんなで喜ぶぜみたいな、走ってこい、服部なんか待ってるわけですよ、服部なんかこう待ってるんですけど、ね、22番服部選手控えのね、昨日はゴールキーパーですけど31番、もう非常に声をね出して、服部選手はもう常にベンチを温めて、そうですね、ね、あの温めた空気をですよ、素晴らしい、いい選手ですよね。なるほどなるほど、そしたらおまた来ないみたいなね、服部が寂しがってましたよそうですね、ガクンとなってました、ガクンと
いいですね。さあそういうところでですね、まあ、トップ1トップ の、 あの富岡選手、そして右サイドに、ね、滝口選手を書く中の試合でしたけれど、ね、見事結果が出ましたということで、はい、もう応援もねたくさん駆けつけていただいて、皆さんいや本当、ね、毎試合毎試合本当ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっとねメール紹介しましょうかね、昨日トップチームウィングスとも試合がありましたが、私はトップチームアキリナ FC 戦行ってきましたと、2対1の逆転勝利、コーナーキックから近藤選手のゴールと、マーさん命名の神様仏様お前また様のウリックで決勝点、やはり千葉選手も、あまり目立ってほしくないですが、親指のところでナイスセービングすごかったですと、首位の後ろ姿が見えてきたのではないでしょうかということですけれども、どうですか。いやいやもうずっと見えてますよね、ずっと見えてますもん。でもあれですよね、これで南葛 SC 我々3位に浮上です。勝ち点10、はい、トップが入れ替わりました。入れ替わりました。ずっと前哨を守っていた供養フットボールクラブがなんと敗れる、やりましたね。しかしながら三菱商事サッカー同好会、これも1引き分けでほぼ全勝できている。そうですね、勝ち点13が今皆さんトップです。そして2位の供養が勝ち点12、我々南葛 SC3 位で勝ち点が10でございます、うん、でもこれってことですよね、もう我々が自力で昇格トップに躍り出る権利可能性が出てきたってことですよね。ありますね、昨日の勝利によって直接採決やってないですから、これは素晴らしいですよ。あと全勝だったら昇格ってことですよね、うん、いやいやそうです、もう2つ勝ちますんで。素晴らしい、これ皆さんどうですか、ね、行きましょうみんなでね、はい、いやこの番組にも来ていただいた尾又選手がね結果出していただいて、でずっとこのあの番組と裏ポッドキャストの方もいつも聞いてますよって言ってくれてる近藤大輔選手も結果出していただいて、ちょ呼び今日あたり呼んでくださいよ。忘れてましたいろいろね、いろんな用事がありますからね、ぜひ今度5番近藤選手ぜひ呼びます、ね、呼びましょう、はい、お願いします。他にもねあのタパさんにもいただいてますし、土井さんにもメールいただいてます、ありがとうございます、ちなみにですね一緒に観戦してスッチさんによりますと、監督の貧乏ゆすりは前半終了間際がマックスだったそうです。特に左足が激しく揺れていました。よく見てますねちょっとねちょっとあれ見えるんですか、見えるんですよ。見えます。ええそれは直接このスッチさんが帰りの監督に伝えてました。したら監督がなんで見てたのすごいないやー、はい、有名ですよやっぱりね。それも一つのベンチのバロメーターということで、はい、 そうですね、あとサイトの方に行きますとですね、昨日のあの、テキスト記事だったりとか、はい、昨日の結果詳しく載ってまして、フォーメーションの図なんかも載ってますので、そうですね、ぜひ見ていただいて、はい、これは浅田さんがね、はい、書いてますから、はい、お願いします。あと昨日フリーペーパー配られてたじゃないですか、新しいの、はい、そうですね、これ非常にあのメンバー表、はい、分かりやすいですね。顔写真入り、そして好きなサッカー選手、そして自分をキャプテン翼のキャラクターに例えると。尾又選手誰だと思います、キャプテン翼のキャラクターに尾又選手が自分を例えて、ね、松山光正解。おっと松山光、僕は見過ぎ順だと思うんですけどね、ちょっとあれかディフェンダーだから体強いですから。あなるほどね、ガラスの機構じゃないです。まだ出してないってことですね、全部は松山っぽさ。なるほど、近藤大輔選手はちなみに、石崎亮とか。やっぱガッツですね、素晴らしいですね、ガッツでガッツでヘディング決めてくる。あれ顔面っていいんじゃないですか、顔面ブロックシュート、昨日は顔面ブロックだったってことにしましょう、命名しましょう僕らで、はい、昨日の近藤選手の同点ゴールは顔面ブロックでございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。というわけで南葛 SC 見事3位浮上、はい、全勝優勝、全勝、あと全勝で昇格の可能性がバンバン出てきました、頑張ります、ということでございます。ありがとうございます、皆さん応援ありがとうございました、はい、またぜひお待ちしてます。19日ですね、次はそうですね、金町の新宿未来公園、はいでフルートフルート戦でございます、はい、女子の方も昨日、勝っております。女子はもう、ね、素晴らしいです。第2節帝京大学グラウンドの方、帝京大学の方と東大農学部グラウンド対戦しまして、なんと7対0、素晴らしい、さすがですね、素晴らしいですね。女子はちょっと盤石な気もしてますけれども、はい、いや、ね、なんかハーフェラインあたりからシュート入ってらしいですよ。いやロングシュート、そしてコーナーキックから直接入ったという、素晴らしい、素晴らしいですね。ちょっと映像見たいですね、見たいね。で瀬谷野選手この間来てくれたね、はい、瀬谷野選手もフル出場で、ああ、頑張っていただいたと。あのタルトが好きな、タルトが好きな、ああそうです、ね、タルト待ってます待ってます、ね、素晴らしい、盛り上がってまいりました。これから熱くなりますけれども、はい、我々南葛のねトリーグでの戦いもどんどん熱くなってきますんでね、そうですね、ぜひ皆さん、はい、参加してください。葛飾盛り上げていきましょう、はい、ということで番組ではメールもお待ちしております、789@kfm.co.jp までお願いします。よろしくお願いします、ということでございます。 YouTube もご覧ください、はい、裏ポッドキャストもやっております。さあというわけでお別れでございます。朝さん、はい、メッセージを熱くお願いします。男子も女子もフットサルも、はい、うん、ジュニアユースも、はい、あのみんな頑張ってますので、うん、はい、皆さんもあの夏がこれからあの来ますので、はい、
体調管理に気をつけていただいて、はい、試合観戦も皆さんで来ていただけると非常に嬉しいかなと、はい、お願いいたします、はいね、次はもうすぐ来ますからね。6月19日新宿未来公園でドライブシュート、はい、オーバーエイトキックを目撃しようと、はい、いうことでございます。それではまた来週お会いしましょう。井上真でした。浅田優香でした。来週も聞いてください。頑張れ南葛 SC。 ありがとうございました。ありがとうございます。